皆さんこんにちは、しょうまにです。今回紹介するトミカはトミカプレミアムナンバー13番三菱ランサーエボリューション 6GSR、 まあエボ6とも言うみたいですね。トミカプレミアム発売記念仕様になります。ボディカラーは白になりますね。でスケールが61分の1でアクションギミックはサスペンションのみとなっております。まあこんな感じですね。で赤箱になります。発売記念仕様なのでね、はい。通常トミカプレミアムの箱は黒の黒箱ですね、はい、黒箱に入ってるんですけども、こちら発売記念仕様なので赤箱になります。はい。で材質表示はこちらに書いてありますね。でその下には三菱の、まあ、ちゃんと許可を得ましたというね文字が書かれています。英語で書かれてますね。はい。で箱はこんな感じです。はい。でメンドインベトナム製になります。はい。では開封していきます。ビニールはもう剥がしました。はい。よいしょ、取り出します。あとは入ってないですね。はい。じゃん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 。はい、こちらになります。ではまず全体をね、さらっと見ていきましょう。上はこんな感じで、下はこんな感じになってます。下もしっかり加工されてますね。非常に細かく作られてます。でマフラーは銀色の塗装が塗られてますね。ここですね、しっかり色分けされてます。こんな感じです。でアクションギミックはサスペンションのみとなっております。しっかり効いてますね。それでは細かいところをじっくり見ていきましょう。まずタイヤのホイールですね、銀色の塗装が塗られてますね。忠実に再現されてます。お、ウインカーもしっかり色分けされてますね。オレンジの塗装で塗られてます。はい、こんな感じですね。では内装を見てみましょう。ハンドル、ギアしっかりありますね。でシートには模様があります。非常に細かく忠実に再現されてますね。そしてダッシュボードはこんな感じです。いい感じですね。で後ろのシートはこんな感じです。後ろのシートにも模様があります。しっかりありますね。で窓枠は黒の塗装で塗られてますね。ここですね、ここの部分とここの部分で、フロント部分、前はこんな感じですね。まあ、フロントですね。はい、フロントはこんな感じです。ヘッドライトはクリアパーツになってますね。でフロントグリルもしっかり色分けされていて、すごく細かく作られてます。でこの部分は、まあ、フォグランプの部分ですね。銀色の塗装が塗られてます。でフロント部分には三菱のロゴマーク、エンベルムがタンポン印刷になってますね。しっかりあります。すごく細かく作られてますね。素晴らしい。
で、ボンネットの部分はこんな感じですね。こちらにもグリルがありますね。はい。こちらも細かく作られてます。で、このへこんでる部分のデザインもね、忠実に再現されてますね。で、ルームミラーもあります。で、反対側ですね。反対側からも中を覗いてみましょう。で、後ろですね、リアですね。ブレーキランプは赤のクリアパーツになってますね。リアウィングもかっこいいです。これおそらく別パーツですね。このリアウィングの部分。材質が違います。はい。そうですね。別パーツです。で、後ろの真ん中部分にも三菱のロゴマークエンベルムが書かれています。で、エボリューション6と文字が書かれてますね。で、右下にはランサーと書かれてます。すべてタンポ印刷です。そして、この赤のクリアパーツ、このブレーキランプ、テールランプですね。銀色の塗装が塗られてます。ここですね。銀色の塗装が塗られてます。こちらです。はい。非常に細かい。はい。で、走りはこんな感じですね。はい。今ですね、内装をもう一度ちょっと見てみたんですが、なんと、異物ですかね、異物かわかんないんですけど、なんか塊みたいなのが入り込んでるんですよね。はい。このハンドルの下部分ですね。まあ、先ほどはちょっと見えてなかったと思うんですけども、今改めて見たら、なんか、異物っていうか、まあ、付着物かわかんないですけど、なんか入り込んじゃってるみたいで、まあ別になんか壊れてたとか、まあ傷がついてたとかではないので、まあ以前塗装がね、剥がれてたっていうのもあったんですけども、過去に。はい。まあそれは動画で、その時言いましたけどもね、塗装が剥がれてた時。で、今回は、まあ、ちょっと異物というか、ちょっと塊が入ってたっていうことですね。はい。まあ、特にまあ、塗装が剥がれてたとか、まあ、別に壊れてたとかではないので、まあ別に、僕は別に気にしてはないんですけども、まあ、なんかちょっと、入ってるなーってことで、はい、今、はい。動画で伝えました。はい。まあ、振ると、こういう感じですね。カラ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 ーっていう音がします。はい。何なんでしょうね。ボンドの塊なんですかね。よくわかんないですけども。はい。まあ、別に気にしてはないので、はい。大丈夫です。はい。
というわけで今回はトミカプレミアムナンバー13番三菱ランサエボリューション6 GSR トミカプレミアム発売記念仕様の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。そして高評価チャンネル登録お願いします。それでは失礼します。さよなら。